はい、どうもみなさん、ジャガイブです。今回はおすすめ攻略順を皆様にご紹介したいと思います。バイオ RE4 は、えー、集会前提で作られていますよね。で、どういう順に攻略するのがおすすめなのかわからないという方多いと思いますので、今回、経験をもとにおすすめの攻略順を皆様にご紹介したいと思います。で一応、私、トロコン済みなので、まあ、参考になると思います。はい。まあ、そこそこやり込んでいるので、えー、信憑性はあるかなと思います。 ぜひ参考にしていただけたらなと思います。では早速解説したいと思います。えー、まずおすすめ攻略順なんですけど、まず1周目は貴族人形を全部壊して、えー、プライマルナイフを手に入れましょう。まあ無限ナイフですね。えー、これがあると結構便利なので、えー、周目は貴族人形を壊してプライマルナイフをゲット。で、2周目はね、トリザーを全収集して無限ロケランをゲットしましょう。はい。で、取り澤全収集は、あのー、 これサイいと見ていいです。これサイいと見ていいので、えー、無限ロケランゲット。で、お金が足りなそうだったら、まあ、あの、今持ってる武器、強化した武器、ショットガンとか、あの、ハンドガンとか、マグナムとか、売っちゃっていいので、はい。で、2周目で無限ロケランをゲットしましょう。で3周目でハードコア、A ランクをクリアして、カッチュアシュリーを解放しましょう。はい、これね。うん。あの、カッチュアシュリーを購入すると、あの、アシュリーがダメージを受け付けなくなるので、かなり、 便利になります。はい。これを解放するともうアシュリーはカッチュー抜けなくなりますね。はい。ですので3週目で、えー、ハードコア A ランククリアしてカッチュアシュリー入手がおすすめですで。4週目はね、プロフェッショナルを、えー、無限ロケランとかでを使ってクリアしてシカゴスイーパーを解放しましょう。はい。で、まあ、これがあれば、まあ、あの、S プラスかなり取りやすくなるので、はい。シカゴスイーパー取るのがおすすめです。で、5週目でハードコア S プラス を、えー、まあ、シカゴスイーパーとかね、カッチュアシリーとか、えー、プライマルナイフを使ってクリアして、えー、ニワトリ棒をゲットしましょう。はい。で、このニワトリ棒は、受けるダメージを大幅に軽減してくれるので、これがあるかないかで、プロフェッショナルの、あの、攻略のしやすさ段違いになりますので、まあ、5周目ハードコア S プラスを取って、必ずニワトリ棒を、えー、ゲットするようにしてください。で、6周目プロフェッショナルで S プラス取ります。で、猫耳ゲットですね。で、無限大薬ゲットです。はい。 で、えー、まあここまでの1から5周目まででちゃんと準備ができていれば、えー、そんなに、まあ大変なんですけど、難しいんですけど、まあ意外となんとかなります。はい。で、6周目プロフェッショナル S プラスクリアして猫耳手に入れたら7周目でプロフェッショナルを普通に攻略して、えー、ハンドキャノンを解放ですね。はい。このハンドキャノン解放は猫耳ゲット。S プラスゲットよりも、あの、S、スプラスクリアより全然簡単です。はい。あの、猫耳使えるので、えっ、ー、と、同等でもなります。あと、セーブも、 し放題ですし、時間制限もないので、別にランク内でクリアしてもいいんですよ。はい。C だろうが、B だろうが関係ないので、とにかくプロフェッショナルをクリアすれば OK なので、7周目は楽勝ですね。まぁ、あ、実一番難易度高いのは6周目だと思います。はい。 で、まあ、この7周目のプロフェッショナルのハンドキャノン取ったら8周目以降で残りのトロフィー回収っていうやり方が個人的におすすめですね。はい。もう一回おさらいしてみると、1周目は貴族人形を壊してプライバルナイフをゲット。2周目はトレジャー全収集して無限ロケラをゲット。3周目ハードコアを A ランクでクリアしてカッチュアーシュネーゲット。4周目プロフェッショナルをクリアしてシカゴスイーパーゲット。 5周目でハードコアを S プラスでクリアして鶏棒をゲット。6周目でプロフェッショナル S プラスでクリアして猫耳をゲット。7周目プロフェッショナルをクリアしてハンドキャノンでゲットですね。あ、この7周目クリアするときはボーナス武器使わないでクリアしてください。はい。で、8周目以降で残りのトロフィー回収っていう形がおすすめです。はい。まあ、残りのトロフィーの部分なんですけど、これはま、1周目2周目とかあとま、7周目とかまあ、この辺で片付けちゃってもいいですし、まあ、そこは好みですね。 最短だと7週ぐらいでいけると思います。で、あの、いきなり5週目ハードコア S プラスから行っちゃっていいのって思う方いると思うんですけど、あの、心配だったらアシステッドとか、スタンダードで S プラス目指してもいいんですけど、あの、プロフェッショナル S プラスでクリアすると、どのみちハードコアスタンダードアシステッドで S プラスクリアした扱いになるので、はい。まあ、そこら辺はやらなくていいんじゃないかなっていうのが個人の感想ですね。で、あの、 アシステッドとスタンダードって謎解きとか一緒なんですけど、ハードコアとプロフェッショナルって謎解き一緒なんですよね。ですので、あの、スタンダードをクリアしたとしても、ハードコアとプロフェッショナルってまたちょっと変わってくるんですよ。だから、ハードコアから行った方が、まあ、私はいいんじゃないかなと思います。はい。で、ハードコアはまあ、セーブしやす、し放題ですし、結構攻略はしやすいですね。難しいんですけど、ハードコアで、あの、苦労した経験ってプロフェッショナルにも生きてきますし、謎解きとかは一緒なので、あの、暗記、 できますしね。プロフェッショナルの予習っていう意味でハードコアからやるのがいいんじゃないかなと思います。はい。ですので、ハードコアからで問題ないと思います。個人的にプロフェッショナルからいきなり S プラスで挑戦するのはお勧すすめしないですね。あの、まあ、クリアできなくはないんですけど、あの、鶏棒があるかないかで全然本当に難易度変わってきますし、このシカゴスイーパーとかカッチュアシリーとか無限ナイフがあるかっていうのって結構でかいんですよね。なくてもクリアはできると思うんですよ。そういう調整で作られてるとは思うんですけど、かなりきつくなるので、あの、 まあ、順番に攻略してって、えー、準備を整えてからプロフェッショナルに挑むってやった方が断然楽だと思います。これは経験談です。はい。っていう感じですね。で、まあ今回私がお勧めした方法がおそらく一番効率がいいやり方だと思いますので、まあぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい。っていう感じですね。えー、少しでも参考になりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。良ければまた何か別な動画でお会いしましょう。積極放置グ、See you next time.